淡海の海水面が揺れるとき、星4。幼女戦記のような伊豆の戦国時代を使った信長の野望のような作品。主人公は歴史好きの歴史の域みたいな人族のおじさんであり、その人族がなぜか琵琶湖の近くのドマイナーな武将の家の長男に転生したというシナリオ。そこから、歴史を知っているという先読みの力と石鹸とか綿とかといった現代知識無双を使って内政を安定させ、領地を拡大していき、最終的に天下統一を目指すのではないかな？というシナリオ。原作小説が完結してなくてしばらく停滞しているのぜ。この漫画はしっかり戦国時代の琵琶湖近くの歴史の勉強では絶対に学ばない地域で、マイナー武将たちがどうやって頑張っていたのか？補正史ではないにしろ間接的に勉強することができるし、と丁寧に、この時代のこの人はこうしてました、主人公はこうする相手に対してこうしたと思いますという解説が入るので歴史と簡略という人族でも読める。主人公のスポーン場所が国力のない、周りは敵だらけ、ちょっと足を伸ばすとノブノブがいるというかなり地域的にきつい場所からのスタートであり、チートを使ってもカツカツな感じの演出がベネ。ぶっちゃけ、銀河英雄伝説と同じくらい面白い。この漫画を通してノブノブがなぜすごいのか？を間接的に理解できる人に書くシナリオが面白いのでぜひとも完結してほしいし、コミカライズも中途半端なところで完結させないでしっかり完結してほしい作品。